皆さんこんにちは、本日のレッスンは、下半身を安定させるための練習法についてレッスンをしていきます。どうしてもバックスイングでですね、下半身が動いてしまったり、ダウンスイングで下半身が、バタバタしてしまうと、ショットの安定を作ることは難しくなってきます。まずアドレスでしっかりと下半身に重心を置いておくこと、地面に地がついている感覚をしっかりと自分の中で感じることというのが重要になってきます。このようにアドレスを構えたら、膝を少し曲げたり伸ばしたりしてバランスをとってみてください。このようにして重心をどん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 下げていく意識で、このように小刻みに動いてバランスをとります。どしっと構えたら、下半身の形は OK です。このようにしっかりと地面をグッとこう地面から動かさないっていう意識で、下半身を作ってみてください。やはりゴルフが上手い方というのは下半身がブレている方は少ないです。下半身がしっかりしていて上体が、柔らかく振り切れている方が、スイングが綺麗でまたショットも安定しています。このように小刻みに動いたらバランスのいいところで止めてしっかりと重心を下に落としてください。今回の練習はここからがメインです。実際に通常のスイングはこのようにですね、右足を上げて、左足が最後に伸びてこのようなフィニッシュまで振っていると思います。今回はバランスを作って下半身重心を乗せました。そしたらベタ足でスイングの練習をしていきます。ハーフスイングで結構です。グッとしたらなるべく膝の向きを変えないように、バックスイングを上げて打っていきます。フォローのラインでは右の膝が少し内側に絞るといった動きを意識して練習していきます。この右足のかかとを上げないように気をつけてください。動かしていいのは右の膝を少し内側に絞る、これだけです。もう一回いきます。しっかりと地面にこのように重心を落としたら、このような形でフィニッシュまで持っていきます。このベタ足を意識することで下半身というのはいつも以上にしっかりとしていないと右足上がってきてしまいます。またいつもやっている自分のスイングがどれほどバタバタしているのかというのに気づくことができます。なのでですね、一度このベタ足スイングですね、重心をしっかりと小刻みに膝を動かして落としてから、しっかりと動かさないっていう意識を持って練習をしてみてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。